水没したノリゴ島のドローン復活したってよ。水没したドローン復活したよ。お、船どこ行った。うわDJI DJI DJI。どうもノリゴ島です。先日動画でもアップしたんですけれども、円原川でのねドローン撮影の時にドローンが枝に引っかかって水没をしてしまいまして、5分10分ぐらいね川の水に浸かりっぱなしでもう諦めてたんですけれどもね、その動画のコメントで乾かすと乾燥させると復活することもあるらしいというね、情報をいただきましたので、今回はね1週間半ぐらいねそのまま寝かしておきましたので、乾燥させておきましたので、ドローンをね、水没したドローンを試しに行きたいなと思います。復活しててくれたらね本当に嬉しいんですが、ちょっとね早速試しに行きたいと思います。We were young and we were free and running, never bothered about what could be comingEvery day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. ちょっとこの超浸水でね、この円原川のね神の水でお清めしたスパークちょっと乾燥させたんで試したいと思います。電源入りましたよ。よし、あとは飛ばすだけや。行ってくれよ。お、いけそうだね。スパークすごい、いけそう。お、ちょっと撮ってみますわ。お、船動いた。うわー、危ない危ない。あれ、ちょっとヨボヨボのやけど行くね。 DJI ってマジすごいな。あ、でも行くわ、行く行く。スポーツモードで進んでみようか。すっげー行ってる。わー、飛んでた。すげー、全然行くやん。やっぱりむしろなんか調子いいんじゃない。今までに見たことない調子の良さ。すごいすごい、めっちゃ動いてるわ。すごいすごい、全然いいよ。わー、飛んだね。飛んでくれた。やったよ。すごいっすわ。心なしか前よりも風に強くなっているような気がしましたけど。さすが神の水。DJIDJI DJI 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 DJI。 水没したドローン復活したよ。ナイスショット。今回ばかりはナイスショットだったね。いやー、いい感じで飛んだね。うん、 DJI ファー。なかったかな。OB 気味やったかな今。なんで今回はファーやった。なんで今回はファーやった。ちょっと危なかった、ね、危なかったかな。ちょっと向こうに飛んでたらね。すごいな。まあダメやな、風が。 We were young and we were free and running, never bothered about what could be comingEvery day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love.やっぱあの叫びっていいなって思っても。はい、ということで水没してね、もうほとんど諦めていったドローンが復活いたしました。水没しても意外といけますってコメントいただけなかったらもうね試すこともしなかったかもしれないんですけれども、ありがとうございます。本当にもう諦めきってたので嬉しくて嬉しくてね、テンションが一気に上がってしまいました。意外と水没して水に浸かっても大丈夫なんだなっていうので本当に驚きました。川の水に浸かって5分10分ぐらいね浸かりっぱなしになっていたので、まさか復活してくれるとは。水没した川が円原川というね神秘の川と呼ばれる川だったのが良かったのかなとも思いますけれども、もしドローン水没してしまっても諦めることなくね、一度乾燥させて再びね試してみれば意外といけることもあるのかもしれないですね。水没した際はね諦めずにもう一度ね試してみてください。僕もねもう一回試す前にマビックエアね注文する寸前だったんですけれども、もうちょっとねこの DJI スパークで戦えそうでございます。ということで今回は水没したねドローン DJI スパークが復活したよというね動画でございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。あるんだね、こういうことが。すごいな。
うわDJI! DJI! DJI!